はい、ありがとうございます。先ほどまでは国際協力になぜ興味を持ったのかっていうところから JICA 海外協力隊の前何してたのかっていうお話をしたんですけど、この動画では JICA 海外協力隊で何をしてたのかっていうところをお伺いしたいなと思ってまして、そもそも大学院卒業してから JICA 海外協力隊に参加します。はい。それなんでそこに繋がったのかっていうところから聞いてもいいですか。こんな感じなので、大学院1年目に研究職って大変じゃないみたいなそもそも大学院1年生に思ったわけ。留学専攻だったので論文書いてないんですよ、卒論を。はい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 。学生延長させたいみたいなノリで大学院に行った安易なパターンなんですねはいはいはい、はい、でもやるなら大学院行った方が意外じゃんみたいな、大学院出てんのみたいなところもあって、やり始めた安易なきっかけから、大学院1年目の途中で挫折しそうになって、でその時に JICA 海外協力隊のポスターを見ていて、昔から祖父とかに向いてるんじゃないのっていうのを言われてたんですけど、 その時全く興味なかったんですけど、逃げみたいな形で最初受けたんですよね。もともとやりたいっていうのはあったんですけど、そのタイミングとして1回目の時は落ちて、で2回目っていう時にこれはちゃんと大学院を修了してからもう1回受けなさいっていうメッセージだなと思って、大学院修了とともに応募したっていう感じです。なるほど。そうなんですね。もともと JICA 海外協力隊は知っていて、そこでもちろん行こうかなっていうふうにも考えてた、行くタイミングっていうのが大学院卒業してから行こうっていう観点で参加されたって感じですね。ちなみにポスターってどこに貼ってありました？電車の広告。やっぱそうなんだ。こうやってインタビューしてても結構電車の広告みんな見てんの。多分何か考えるじゃないですか、電車の中って。確かに何もすることもない。落ち込んだな、パッて見た先に電車の広告みたいなじゃあそれが印象的で応募したわけだと思いますね、ちなみに応募するときって何の職種を選ぶかとどこの国に行くかみたいなところあったと思うんですけど、それどういうふうに選択されたんですか。私は体育っていうところ、今後も体育の教員をしていきたいなって思ってたので体育一本で決めて、次に国を選ぶと思うんですけど、そんな英語力なかったので、で多分ウガンダとかって英語力レベル高いんですけど、体育だけはそんな高くないんですよ。あ、そうなんだ。そこで千切りをした中で、そこから選べる国ってなった時にフラをやってたっていうのもあって、自分と全く違うカルチャーを持ってる人と一緒に活動がしたいなっていうところで、全く日本から遠い国、遠い国って選んだ時に、その時の要請だったのがアフリカ、ブータンとかアジアもあったんですけど、遠い国で選んだらアフリカだったっていうところで第一希望でウガンダ。じゃあ第一だったんですね。そうです。ちなみにスポーツの時の面接ってどんな面接聞かれるんですか。まず物がない状態でどうやって工夫して体育の授業を行いますかっていうところですかね。ちなみになんて答えたのそれは。バスケットゴールであれば、もし海の近いところだったら網を再利用してやるとか、木を立てて、そこの上にまた木を立てればハードルになるじゃないですかみたいな。そういうことね。だからそもそもそのものが、なくても、そこら辺にあるもので代用できますよみたいなのを言ってたってこと。なるほどね、それベースでウガンダに行ったわけですよね、ウガンダでは何してたんですか具体的に。ウガンダでは首都から1時間ぐらいのところにある、今年で80周年ぐらいになる歴史ある女子校、中学高校生が全寮制だったので、そこで体育の先生してました。そうなんですね。ちなみに綾乃さんは全寮制のところの一角で住んでたってこと。そうです。マジか。なんで上の階が1年間教室になっちゃって、朝5時から夜23時ぐらいまでガラ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 っていう椅子の音とキャッキャキャッキャしてる音にチーンって鳴りながら4畳ぐらいの家に住んでました。やばい。歩いて3歩で全部手に届くんだ。いやきつ。あ、そうなんだ。ちなみに体育の先生で行くわけじゃないですか、日本の体育の授業の仕方と、ウガンダの体育の授業の仕方って何か違ったりするんですか。2011年から体育が必修化にウガンダはなったので、それまでやってなかったんですよ。なので先生方もわからないっていうのがあって、ボールを1個渡して体を動かす時間っていう風なのがウガンダの捉え方で、日本として体育の授業を通して学ぶ協調性だったりとか団体行動だったりリーダーシップをっていうところが全くない。そうだったんですね。ちなみに綾乃さんはその学校で何をされてたんですか。先生方と一緒に、私2代目だったんですけど、1代目の方がシラバスだったり時間の組み方っていうのを作ってくださってて、全く機能してなかったんですけど、っていうのも計画立てるじゃないですか、今日はこの人がこれやってこれやって、ボールないみたいな、当日あれみたいな、
違う先生持ってるしみたいなので、はいはい、全くマネジメントできなかったんですけど、先生方と一緒にどうやって学びの授業にしていくかっていうのをディスカッションしながら体育をしていて、私が導入したこととしてはリーダーシップを取らせるためにバンドというか、アフリカのプリントで作ったものを毎回つけさせて、一人一人がリーダーとしてクラスをまとめていくっていうことをやったりとか、学習ノートを作って授業で何を学んだのか、次は何をしたいのかっていうのを書かせるっていう授業をしてました。ちなみにリーダーシップを学ばせるっていうのは生徒さんにつけてもらうってことですね。そうです、生徒100人ぐらいいるんで、めっちゃ多いわ。でボール4個とか、恐ろしいよ。どうするみたいな感じなので、そうなってくると私が1人で100人に指示出すってすごい難しいじゃないですか。いや本当だね。なので小グループ作って、まずリーダー集めて、今日はこれとこれをこれします、頼んだよみたいな、そうなんですね。ちなみに最初動いてくれました？学校のモットーとして女性リーダーを育てるっていうのもあったので、すごいね、世界で貢献できるような女性を作るっていうのがあったので、そんなに難しいことではないというか、ちょっと引っ込み思案な子にもリーダーをやらせたいっていうのがあったので、そういう子たちの時には私がフォローしたりしたんですけど、そんなにコミュニケーションを取るっていうのは難しくなかったのかなっていう。あ、そうなんですね。なるほど。ちなみに2年間いるわけじゃないですか、はい、自分が一番学んだことって何かあります？ゼロから物を生み出すってことであったりとか、私結構せっかちなんですよ、なんで時間短縮とかすごいしたがるんですね。携帯とかに依存してたんですけど、日本に行った時は、どれだけ時間をショートカットできるかみたいなことをやってたんですけど、でもその無駄だと思われてる時間ってすごい大事だなと思って、その無駄な時間ってされているものが、向こうだったらコミュニケーションを取る時間であったりとか、一緒に物を作って信頼度を上げていくっていうところにつながるので、ああなるほどね。日本とはちょっと考え方が違うかもしれないですよね。なるほど。ちなみにウガンダ2年間いて価値観の変化ってありました？もともと私先入観抱かない人なんですよね。なので変化っていうのはあんまなくって、その場にいたら価値観って変わるよね。そうだね。っていうところで、これが当たり前なんだとか、自分の興味にイコールになったので、こういうカルチャーショックあってきついとか全然なくて、あ、これがウガンダなんだとか、これがこの人なんだって思ったら、あんまり。でもウガンダのことは好きになった？好きです。どこが一番魅力的なの？人が好きなんでしょうね。ウガンダの人柄ってざっくり言うとどんな感じですか？いい意味でも悪い意味でも、次の日になったら忘れてる。日本はすごいいざこざあるよね。ネチ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 してるけど、わーって言い合ったとしても、帰る時にはバイバイって笑顔で言えたりとか。それこそ先生とかとありました？ありました、よく。私が泣き散らかして先生もお手上げみたいな。え、そう泣くの？なんでできないなみたいな、ただの子供みたいなってやったこともありましたけど、でも先生も理解してくれようとしたし、すごい仲間に恵まれた。カウンターパートにも同僚にもキャーってなって、体育館から離れてジムの人にこんな喧嘩したんだけどみたいな、ただフォロー入ってくれたりとかして国じゃないなと思って、人柄だなと思って。なるほどね。ちなみにウガンダの2年で喜怒哀楽めっちゃあった？日本以上にあった？オープンにしてたかもしれないですね。喜怒哀楽をその人にちゃんと伝える、やっぱり言語が得意なわけではなかったので、ファッションだったら伝わるじゃないですか、この人怒ってるなって、だから最終的に本当にムカついた時は日本語で文句言って、理解できないよ。え、理解できるんですって。そうなの？なんかやっぱりちょっと言い過ぎたなって向こうも思うし、でも向こうもガンダ語とか現地語で言ってくるわけじゃないですか。だからこっちも現地語ってお互いに言ってすっきりするならいいなっていう。まあそうだね。まあでもそういったところも含めて自分の素が出せるってところもあるし、人柄っていうところに早乃さんはすごく魅力的に感じてるから、ウガンダが好きってことですね、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画ではJICA海外協力隊で何をしてたのかっていう話をお伺いしたんですけど、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、この後の動画では今何してるのかっていうところをお伺いしようかなと思います。はい、本日はありがとうございました。